ホンダは自動運転車両を使った無人タクシーの事業を2026年の初頭に東京都心で始める予定と発表しました。アメリカの自動車大手ゼネラルモーターズと新会社を立ち上げて共同で実施します。使用する専用車両クルーズオリジンは自動運転で運転席とドライバーが不要のため対面で6人が乗ることができ、配車から支払いまでをスマートフォンのアプリで完結できるようにします。